本日のテーマ人的資本経営ということをテーマにお送りしたいと思いますまずはですね、日日経新聞の2023年1月25日後人的資本経営開示国際認証を相次ぐ ISO で比較容易にトヨタ通商など取得というところ記事を中心にお送りしたいと思います人的人材を資本とみなす 人的資本の開示に向けて国際認証を取得するる。企業が相次いでいで国際規格の策定を手掛ける非営利法人国際標準化機構 ISO の取得認証をトヨタ通商などが取得した取り組みが他社と比べやすくなるとして投資家から注目されている2023年3月期から国内で人的資本の開示が義務化されるのを控え 開示を工夫する動きが広がりそうだ。ということで ISO30414 認証取得企業の開示例ということでリンクモチベーションという会社が利益を人件費で割った人材資本 ROI や中途採用1人当たり,、ま、当たりの獲得コストトヨタ通商が採,採用で 募集開始から内定までにかかる平均日数、ドイツインフォニオテクノロジーズ、職会別の男女構成比や男女,男女別の1人当たりの研修時間、ドイツ銀行、従業員が管理職のリーダーシップを好意的に評価する比率。 人的資本は人材の価値を引き出し企業価値の向上につなげようとする考え方で世界では開示補充が求められている人的資本は ESG 環境社会企業統治の一分野として開示されることが多く企業によっては開示範囲が異なったり記載が異なったりして比較しにくかった ISO が18年に 公表した ISO30414 は人的資本に特化した報告指針で珍しい採用や多様性、生産性、スキルなど11項目にわたり58の指標を定めているコンプライアンス研修を受け,受けた従業員の割合総動力コストなどの指標は外部公開が推奨されている 指標ごとに準拠状況を評価され、平均で7割以上の準拠率なら認証を付与される。何を重要に指標と定めるか、経営戦略と符合しているかなどといった説明も必要となる。認証機関 HC プロデュース、東京、千代田によると ISO30414 の活用や認証取得を目指す国内企業は300社強ある。 当社の保坂俊介代表取締役は23年は認証取得の企業が10社以上は出そうだとみる東証グロース上場のペイロールは ISO30414 の認証取得に向け取り組みを始めたと明らかにした日本ではリン,リンクモチベーションが22年3月に初めて認証を取得し 人的資本の報告書を報告した調整後営業利益を人,人件費で割った人的資本 ROI 投資利益率が21年度に34%と前年の年25%から改善したことや中途採用者1人当たりの獲得コストが430万円と1割増えたことなどを示した感想このリンクモチベーションの例を見てびっくりしたのは 採用コストが増えたこことととを良しとしていいることでございます昔カルロスゴーンなる異常な経営者がコストカットなどと言ってたことが遠い昔でなかったことを考えると時代は変わったなということを感じます。こういう何でもコストカッターの常識が180円と小覆っ,っていることの重要性を我々は認識しなければならないということです。何でもコストだったらカットをしなきゃいけないということじゃなくてカットするべきものはカットしたらいいと思うんですが。 カットしてはいけないものとすべきものをちゃんと春別をしてコストカットをする時代に入ってきてるっていうことこれは非常にこれから利益だけまあ利益と売上だけを求めていく経営にかなりこう継承をなしていっているということを考えていかなければならないと思いますこの記事はやっぱりかなりこのそういう意味では重要性の高い記事ではないかなと思いますトヨタ中商も22年10月に 認証を取得した採用にかかる平均日数が21年度に75.8日20年,年度は68.1日だったと開示した現在は新卒のみだが中途採用に広げることも検証する当社は人的資本で計測すべき指標が整理されており、えー、自社の現状を把握しやすいと話す。 まあ感想としてはねどっかのディスカウンター D 社は履歴書なし採用しているそうでですね採用して使えなかったら即首という話だそうですまあそうこれ,これは噂なんですけれどもねだから名前は出しませんけどまあそれもね時代の流れからするとね古いと言わざるを得ないと思います本当に変化はげ早いですねやはり企業にとってはじ従業員は人材時間をかけて採用するのは王道 やはりトヨタねこの辺は抜かりないですね海外ではドイツ企業を中心に認証取得が相次いでいるドイツ半導体メーカーインフォニテクノロジーズは一般社員初級管理職上級管理職それぞれの男女比率を示すほか一人当たりの教育訓練実施時間を男女別に開示している 投資家からは利便性がが高いといとう声が聞こえる。ニューバーガー・バーマンの岡村ポートフリオマネージャーは「人的資本開示についてはリスクだけでなく育成や投資などの成長可能性に関する情報も含まれ網羅的だ」と指摘する「日本では23年3月の決算書報告から人的資本開示が求められる人材育成方針や男女間 賃金格差などの開示が必要だ。米国では20年度に人的資本開示が義務付けられ今後具体的な項目が定められる欧州では自社や取引先の人的資本を含む広範囲な ESJ 開示が制度が24年から始まる企業は対応に苦慮しているアビームコンサルティングの22年9月の調査によると 人的資本の開示について未検討や情報収集推進検討中とは答えた企業が合わせて52%に上るやるべきことの全体像の把握やデータ収集の可視化などの基盤整備が不十分だと考える企業が多い ISO 取得にも課題がある ISO30414 は職務を明確にするジョブ型 雇用を前提とした指標が多くメンバーシップ性が中の日本企業に使いにくい部分がある算出方法が不明,瞭不明確な部分もあるとされる投資家にどのように伝えるか企業の試行錯誤が続きそうだ感想いいことだと思うが問題は粉飾決算が起こりかねない要素が多々ある。 ホーームセンタななどももこういういいののをやらでで有名です。例えばですねホームセンター仕事がきつくてブラックな理由12銭ということでこれ実はということなんですがまあ今までこのようなホームセンターでも大半は上場しておりますこのような企業がブラック企業であることはこのブログを見てもわかるのでございます今までただ実名あげませんよあえてね今までこのような形でやってきた企業に 人的資本経営と言われても体質をすぐ変えることはできない変えとしても最低10年いや永遠に変えることができない企業もあるだろうそうなると粉飾せざるを得なくなってしまう数字の決算ですらリーマンショックが起こるまで粉飾だわけだったことは確かであるアンダー制をはじめ多くの監査法人がこれで潰れてきました数字のような明確に見えるものですらこのざまであ あるが目に見えない人的資本経営の粉飾をどう見抜くのかこれが大きな課題となるだろう今年の未来予測を見ても嫌い危惧するところであります、えー、水のと天地の法則に従って人が歩むべき道筋道を立てて物事を考えることが必要となるとし手段や過程が正しくなければ代償を払わなければならないとし過去の10年を総括して次に生かすとき うどし、地中で褒めていたものが目を出し繁栄する。新しい未開拓の開拓の時、互いに助け合うことで道を開く。さらに <laughs> うどしについては補足します。うという文字は、左右に開いたものの象形を連想させることから、隠れているものがあらわになるとなど、真実が表に出て、本物と偽物を見,見極めることが重要になりますということで、 疫学者の安,安岡先生は、水野と宇戸のは万事、正しく筋を通していけば繁栄に向かうが、これを誤ると、紛糾し、動乱するという意味を含んでいると指摘します。さらに、2023年は四六年です。白くを象徴させるのは風、一気集中させるべき事柄を、 日本のみならず世界に一気に広めるタイミングが来ましたということなんですがまあ簡単に言えばですね正しくないことが門を広げて放たれて広がるっていうことをまとめるとそうなっちゃうと思うんですよ。しかも23年からこれ開示ですから、まあ、今までにね人をないがしろにしていたホームセンターをはじめブラック企業はねもうすぐさま人的資本経営の、ね、開示を迫られてですね 体質を変えられないでねねしてバレて、ね、もうそれが門を広げてわーって広がっちゃってもう企業経営が危うくなる企業がね続出するのはもう目に見えて明らかというまあ怖い年だなというちょうどその年にこの開示がされるっていうことはまあまあ怖いことであるなと私は思っております。さらににでですすね最後に思うんですが人的資本支援経営を 国際標準にするということはまあ現時点ではいいことだと思いますけれどやがて行き詰まると思います。や人的資本というのは企業の数だけやり方があり正解が見抜けないからでございます。日本には大阪商人、伊勢商人などそれぞれの寄付があり国際基準では対応しきれるものではない,ないからでございます国際。世界標準が主流の現代で 人間を大切にする経営を復活するためにはグローバルな基準づくりは必要だと思いますがグローバル経営が地政学的リスクで行き詰まっている現代これが終わるときにはこの基準も終わりになると考えます過渡期の一期一つの政策だと思いますではご清聴ありがとうございました終わります